今日はですね、タミヤのスロットカー最終回です。最終回はエルバ・マクラーレンですね。これです、エルバ・マクラーレン1/24、そしてローラー T70、 これも1/24です。まずエルバ・マクラーレン見ましょう。こんな感じで、まあ、当時模型屋さんで売っていたそのまんまですね。まあ、懐かしい方いらっしゃるんじゃないかな。レーシングカーという土方さんの本にもですね、ここにも載ってますね。タミヤ模型って書いてエルバ・マクラーレンって書いてありますね。このエルバ・マクラーレンはですね、マクラーレンの創始者のブルース・マクラーレンが1960年代に設計したレーシングカーです。スロットカー初のスプリングサスペンション搭載のモデルですね。スロットカー上ではもう最速負け知らずの大人気モデルだったわけです。それです、いいですね、負け知らず。なんか負け知らずって聞いたことありますよね。あ、修二と明、青春アミーゴですね。結構あの歌好きで、地元じゃ負け知らずというね、僕もいたんですよ、相棒が負け知らずでした。そしてですね、ローラー T70 です。これも美しいですよね。これです、ローラー T70 1/24スケール。ローラー T70 は1965年にイギリスのメーカーであるローラーカーズによって開発されたプロトタイプのスポーツカーです。1968年の日本グランプリ富士スピードウェイですね。予選ではローラー T70 Mark II Mark III が3位4位5位という結果を出したんですが、まあ残念ながら決勝ではマシントラブルで入賞ならずだったんですね。 Mark II Mark III はローラー T70 の発展系にあたり1960年代後半を代表する一台です。今日はですね、ローラー T70 そしてエルバ・マクラーレンをご紹介しました。これでタミヤのスロットカー、まあ、僕の持ってるコレクションはだいたい全部です。まだですね、海外のモノグラムだとかコックスだとかまだまだ実はたくさんあるんで、また次の機会にご紹介したいと思います。どうですか、スロットカーファンの方は。ちょっととても懐かしかったと思います。また次回ご期待くださいね。